はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではスーパーマリオアドバンス3やりたいと思います。ではワールド 3-8 行きましょう。お城です。ワールド 3-8、ビッグバックンの土管。ここは、ボスの倒し方が面白いよ。なんか2種類あるよね。倒し方が。まあ、両方やってみよう。最初に簡単な倒し方をやって、後で、普通に倒します。まあ、見てたらわかるかな。うわっと、なんかようわからん敵やった。よー、はい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 。よいしょ、パックンフラワーが、いるね。お。イェーイ。よしよし。自分で行こう。で、卵を補充しと。うわおー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よしよしよし、いいぞいいぞ。卵は持っとかないとね。ほらね、卵いるよ。びっくりした。ジェムみたいな、ジェムか、おったんだおったんだ、倒してなかったんだ。
待てよ。オッケーオッケーオッケー。では、二通りの倒し方があるので、じゃあ二通りの前に、ここで一旦セーブしといて、一つ目の簡単な倒し方、これです。チクショー！っていうのがありますので、普通に行くと、こうなります。では倒してみましょう、普通に。いい加減に諦めたらどうだい？このデサバリの、優しい野郎め。あ、いや、なんでもない。毎回カメクの方が変わってるよね。お？お？まあ、さっきの倒し方の方が100点取るのには楽なんだけどね。うわぁ。嫌だぁ。わおぉ。よいしょ。こっちもあっさりだな。まあまあまあ。まあ、ワールド3なんでそんな強くは、強いっていうか難しくはないよね。多分。多分ね。個人差があります。ひなちゃん戻すの忘れてた。よしよしよし。100点100点。くじ引きゲットやったー！ワールド3クリアー。では次回からワールド4ですね。はい、というわけで今回はここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。